んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは時間を有効に使うです。あなたは仕事の後の時間や休みの日を有効に使っていますか？だらだらと時間を過ごしてはいませんか？最近は YouTube を使えば無料で簡単に知識が得られます。また専門的な内容のセミナーもオンラインで簡単に受けられるなど、かなり手軽に勉強できる時代になっています。もっと自分を向上させたいのに、そんなチャンスをつかまずにだらだらと時間を過ごしていたらもったいないですよね。あなたは5年後にどうなりたいんですか？それをしっかりと紙に書いてみましょう。そしてそこに向かって時間を有効に使って進みましょう。何歳までと後ろを決めておくと、その分やる気が出てきますよ。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはいつも遊ぶことを考えているよね。次はどこに出かけようか、どんな映画を見ようか、そしてあまり仕事のことを考えていないよね。あれを知りたいっていう気持ちはあるのに、結局時間を有効に使えないまま無駄に過ぎてしまうよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。本当はもっと能力を身につけてワンランク上の仕事をしたいのに、リクレーションやリラクゼーションのことばかり考えて勉強が進まないんだ。なんとなく時間が過ぎてしまって無駄な時間を過ごしてしまうから、後で罪悪感が生じるんだよ。だからもっと積極的になりなさい。自分の夢を諦めないで、ちゃんと夢を描きなさい。そして5カ年計画を立ててしっかり進みなさい。あなたには素晴らしい能力の種があるけど、それは育てなければ大きくならないよ。そのままだと種は死んでしまうよ。もったいないよね。夢を叶えている人たちを見てごらん。その人たちは時間を有効に使って能力を育て、実力をつけてなりたい自分になったんだよ。その人たちを見習って時間を有効に使いなさい。毎日少しずつ勉強してごらん。オンラインでも本でもいくらでも勉強できる環境があるよね。勉強しなさい。仕事しなさい。生産しなさい。大丈夫。できるよ。できる。能力の種を育てなさい。大きく育てなさい。そしてワクワクする仕事をしようね。誇らしい自分になろうね。時間を無駄にせず勉強しよう。未来の自分はあなたが大好きだよ。